あのかぼちゃの器にお花をそのまま生けた感じなんですけれども、雑貨屋さんに行くと今時はすごくあのハロウィン の, あの雑貨物が出ていますので、こういうもうかぼちゃ の, あのモチーフのものに生けていただくだけで簡単にハロウィンを表現することができます。はい、そして次のお写真出てますね。使っているオレンジ系のお花、そしてハロウィンのモチーフの、コウモリとかね、そういうものを入れておくといいと思います。本当にあのちょっと入れるだけで季節を表現することができますので、ぜひあの取り入れていただきたいというふうに思っています。今こんな感じです。バスケットにかぼちゃを入れてこんな風にあしらっただけなんですけれども、はい、でちょっと今日は秋色のキャンドルがあったのでこれを持ってきてみました。でこちらの方もちょっとセットしてこんな感じ、映ってますか？はい、でちょっと様子を見ながらね、いけていきますね。で足りないところには、いろいろものを足していくと大丈夫なのでバランスを見ながら入れていきます。本当にあの何事もそうなんですけれどもバランスって大事ですね。見ながら多かったら減らす、足りなかったら足していく、まあ、当たり前のことなんですけれどもそんな感じでやっていくといいと思います。結構これね、喋りながら生けていくのって微妙に大変だったりするんですね実を言うとあの緊張してないんでしょなんて言われるんだけども、とんでもありません、緊張してたりします。で今日からコーナー名なんかをつけました。あのリエズガーデンなんですけど、名前どうしようかなって思った時に、あの最近あの朝よく見るのが早見もこみちさんが出ているもこずキッチン、モコズキッチンいいなと思って、それっぽい感じにしようと思って何のひねりもなくリエズガーデンという形で、まあ今日はこんな感じでハロウィンのお花をアレンジしてみました。ちょっとキャンドルつけてみますね。はい、こんな感じで、簡単ですけれどもお花をアレンジしてみました。オレンジは人との交流を助けてくれる色でもありますし、無条件に気持ちを明るくポジティブにしてくれる色なんですね。はい、なのでこれからの寒い時期、体も温めてくれる、そして今月の末のハロウィンを楽しくしてくれるお花、ぜひ、皆さんも作って楽しんでみてください。はい、私のコーナーは以上で終了です。